俺が今の自分に変わったからわからなかった。もし俺が以前のままならどうなっていたか。そんなことなんて俺は今まで想像することもなかった。もし冥界で俺が絶に勝っていたなら、もし精神をあの時壊さなければ、今ではいくら考えても埒が明かない話。まさかこんな形でその可能性を目の当たりにするなんてな。時を司る黄金の目と空間を司る白銀の目、当時俺がやりたかった理想の体現か。目と能力を主体に戦うスタイル、目とオーラを主体に戦う俺とは異なる自分のスタイル。俺基準かはわからないけど強化された状態、つまりあいつは俺がずっと幻想郷で強くなった時の世界線、そう見ていたろうな。難しい。法則の変換、羽に触れた法則の変換が可能になる。水を火に変えることも可能。力の方向を変換し反射することも可能。ただし発揮している法則に限る。究極属性をメインに使った神羅万象支配が確定する前の戦闘スタイル。便利だったなあれ。今はどれもできないから絶好という形でなんとかフォローしたけどさ、バカでかい金だな。的を相手を大きくすることで対象範囲を広げた策だったけど、いざ見る東西な。やっぱり見えてるか。黄金の目は数秒先の未来を見る。白銀の目は一定範囲の空間を完全に把握する。故に最小限の行動で相手の先を読む。正直今の俺でもなくしたのが惜しいと思う力だ。羽を自在に。全然自在。羽から新たな羽を出した。こんな使い方もできたのか。なるほどな。羽は触れた法則をいじる。つまり空気に触れることで羽の周りに鋭い壁をまとわせて攻撃してやがるのか。しかも攻撃すれば反射という対策武器。うまいな。石、何するつもりだ。あいつ、わかりやすい武器を使って自分の中の法則に強制的に変え上がった。威力も十分、そりゃそうだ。高速で威力まで調整してるんだ。不相応な威力を出すなんて容易だろうさ。高速支配はそういう戦い方ができることくらい俺だって知ってる。だけど知ってるのとやれるのでは意味が全然違う。正直かなりやりにくい。さっき絶好で羽の攻撃を止めていたけど、それが精一杯。どうした?強くなったんだろう。僕に苦戦するなんて。やめろよ。所詮は廃れた俺の可能性だろうが。俺が止まった瞬間に羽を消した。フェザージャッジ。初見は驚いたけど対応できないほどじゃない。遅いし羽だけだと思うなよ。洋服だなか。あれを触るのは危険だぜ。今のと粉砕できてたらいいけどな。あそこからあいつの弱点は明白なのに、それを一切やらせてくれない。どうしたよ、この状態の僕に触ることもできないのかよ。一年の闇にオーラ量が増えただけだったな。お前何がしたかったんだ。能力は一年前に比べてそこまで強化されたわけじゃない。苦手だった近接を鍛えて、オーラを強化させたのはいいけど、結局自分の最大の長所を生かせていない。今までの戦いもお前が能力をしっかり鍛えていれば容易に勝てた戦いも多かった。それができなかったのは単純に能力の効率化ばかり考えて力が最も発揮できる使い方を模索しなかったことなんだよ。さすがは昔の俺だ。能力しかなかったからな。言うことの視野が狭い。まだまだ何も知らない俺に言っておいてやるよ。武器が一つだと脆い。どうあがいても、どう成長してもお前は俺以下だ。一つも極めれない半端者が上から語んなよ。何も成し遂げれてないくせして、僕と何が違うよ。周りの人物に恵まれただけだろう。その発想がもう視野が狭いって言ってんだよ。一つも極めれない?極めれないさ。俺はずっと自分自身の可能性を信じてるからな。現状が完成形だと思った時点でもう成長しないだろうよ。言っておく、何事も極めたというやつは程度が低い。それは他者からの称賛の言葉であり、自分が自分自身に言っていい言葉じゃないんだよ。自分に使うやつは成長を諦めたやつって思うだけだ。わかったか。能力は知識と発想力で何者にでも化ける。最善で最高はいつでも更新されるんだよ。何をわかったようなことを。なんだこれは。残光、影光、力光の応用技だ。乱光で背景を狂わせ、影光で武器を隠し、力光で遠隔操作で武器を動かす。当たる直前で反射されたら嫌だからな。反射を適用された場合、そのまま力光で反射に対する反射をするつもりだった。その場の戦況で臨機応変に対応する。そのための基礎さえ抑えていればいいと考えたのが今の俺の法則支配だ。能力に頼りきりのお前とは根本的に違うんだよ。その件はプレゼントだ。来いよ。お前の羽対策は説明した。力光でお前の設定を上塗りしてやるよ。お前にだけは俺の成長を否定させねえよ。いくよ花、ファーストペタル。
教えてやるよ。能力だけでは勝ち続けれないことをな。焦るな。目でしっかり相手を観察。把握して羽で一度のくらましを入れる。羽の反射に警戒して意識が向いたその時に回り込んで足を切る。一撃を狙えば防がれる可能性が高い。そうなると僕はかなり不利になる。大丈夫、うまくいく。僕ならやれる。覚悟は決まったな。行くぞ。よし、これで相手の視界から僕が消えた。隙が生まれる。目くらましのつもりか。俺は全部見えてる。どう動けばいいか。どけ前座、今さら過去に用はないんだよ。こっちは天空。俺が感触を感じた時がカウンターを狙う時だ。守りの思考になったのが間違いだったな。なんだよ、羽ごとなんてありかよ。羽が知らないなんて一言も言ってねえよ。俺だって絶好は持ってる。お前の羽の法則なんて俺が一番知ってる。種も仕掛けもわかる法則なんか怖くもなんともねえよ。ほら出せ、用があるのはいる、お前だ。そんなに過去の自分が嫌いですか。そこまで疎ましいと思っていたのですか。疎ましい、違うな。今さら過去がされても相手にならない。比べられる方が不愉快だ。俺はずっと前に進んでいるからな。俺が今まで見せてきたもの、俺が感じたものも一つの可能性だった。反省することも多かった。だけどそれだけだ。昔の方が優秀だったなんて微塵も思わない。それとこれとでは話が違うんだよ。そう、それは本当に強くなったって言えるのかな。悪意を受け流すことばかり覚えて、受け入れ認め、そして自信に取り込み、克服する体制の強さから逃げてるだけじゃないかな。もうあの優しい目では見てくれないんだね。今はな、これが終わればあの時の続きをしてもいいさ。だけど今は何よりも優先したいことがある。 L の理想を叶えるわがままに付き合えるほど暇じゃないんだ。そう、なら安心して、私程度では主様には絶対に勝てない。私は今回の試練の中で一番弱い。特徴もなければ突出した力もない。正直さっきの過去の主様の方が強いまである。だから代わりに戦ってもらう。主様が最も嫌う相手に、そして主様を最も恨んでいる相手。さっきまで感じてきた感情、それがもし、もしも、なんて想定の世界じゃなかったら、現実でそれをずっと感じてきた人がいるとしたらどう思う？幼馴染のメリアを奪われ、ソフィアやアリシア、ソルテやラルみたいに今まで自分に慕っていた人が自分以外の男に惚れて見向きもせずに離れていく光景をずっと目の前で見てられていたら、肉体関係まで見せつけられたら、そこまでは私はしなかったけど、そんなリアルを見せつけられたら、あなたは正気でいられる。あの世界はもしもの世界じゃない。主様が忌み嫌う記憶のない過去の自分が見ていた世界だったら、そう考えるとどう？なんだ、ここは。主様、自分が被害者だと思ってませんか。あなたも十分加害者です。あなた自身特に何もせず過去の自分の恩恵で専属心も順調に集め、力を得てここにいる。あなたこそメリアたちを横から全部盗んだ加害者。そう思われても仕方ないですよ。パトという名とパトという器を持っただけの別人、別の個体さん。お互い嫌いなら話し合えばいい。私が主様が取り戻したオーブから以前のあなたの記憶を頼りに整形する。それを撃破できれば私は無抵抗のまま主様に殺されましょう。それ以上までして戦う意志は私にはありませんから。どうぞお好きなだけ話し合ってください。あなたがずっと会いたいと望んでいた記憶にない過去のあなたです。両者納得のいく結末になることを望んでいますよ。そうだね、帝国出身組は問答無用として、石化と月化は関わりあるし、白は石化を通して昔のパトを見てたしね。白さんも昔のパトさんを見て惚れたのですか。いや、嫌悪感というかギリギリ散らしてたから無理だろうね。今のパトになって好きになった。ある意味変人だよ。変人って、私たちも変人になっちゃいますよ。まだことかはいいさ、私と白はニート時代のパトを好きになった変人だからさ。この盛り上がる姿は見ててね、いいものよ。